あふれ出すエネルギー、ゆくえまむるです。今日は父の日ということで、お父さんにドッキリを仕掛けてみました。父の日のプレゼントにドッキリっていうのもなんかごめんなさいなんだけど、実はこれ去年の父の日のために撮ったんですけど、その時は姉があまりにも心が痛くてちょっとあげるのを躊躇してしまって1年経ちました。でもこのタイミングであげてみようと思います。なんと残念なことに、パパ彼氏できたって言った瞬間が電池切れて消えたんですよ。だから動画自体は電池切れたんだけどから始まります。友達のケイコがこっそりカメラを構えながら、父と娘、私は今お笑い芸人としてタレントとして活動してて夢を追ってる立場です。結構リアルでした。ぜひご覧ください。告白しなきゃいけないので言ってください。実はさ、一昨日なんだけど、夜ね、うろうろ、ホテルの、あ、まさかホテルのさ、部屋の中でうろうろしてるうちに、これぐらいの大きいテレビなんだけど、割と、画面ひびが入ってた。電車をしてきました。やばっ。ホテルでうろうろして画面割るって何？でもなんか当たったんだね、鍵か。どうせまた酔っ払ったんでしょう。あ、そういうこと。そういうビール何本飲んだの？オッケーではないと思うんだけど。やばっ。やばくない？いつの間にか、パッとさ、気がついたらさ、画面の真ん中辺がなんか黒くなってさ、弁償ってこと、新品ってこと。そういうことだね。テレビっていくらなの？でもね、案外思ったよりは安くて。いくら？26,000円。え？22万じゃなくて、2万品ってこと。いや、そうじゃなくて、やっぱ大量購入で、俺みたいな人がたまにはいるんじゃないかな。だからすぐ翌日には新しくなってました。いや、そのたまにが1年に一度なんです。で、ちょっとショックでしたみたいな、ちょっとショックでしたみたいな、お母さんに告白しなきゃいけない。絶対怒られんじゃん。禁酒しろって言われると思う。禁酒しろ、うん、そういうことじゃないと思うけど。そういうことでしょ。そういうことじゃん。あの、普通にね、生活してたらね、テレビが割れることなんてないんです。そうだよ、普通に生活したらテレビなんて割れないんだよ。まあでも、テレビの話はするよ、もちろん。するの？うん、もちろん。何やってんねん！いやいや、そんなことは言わないと思うけどね。え？ママだよ。うん。コンビニで ATM でさ、手数料かかるとめっちゃ切れんだよ、うちのお母さん。でもそれはほら、恋でやってしまったから。やってしまったからだと。テレビは恋じゃないっていう。そう。じゃあ私のは、言うのやめとこ。まだその時期じゃないって。今は。何やってんのって思う？そう。遊んでるなって思う？っていうかさ、時間が足りないっていうところで、なぜって疑問が湧くんですけど、それとその、さっきも言ったように、ワクチンが打ってない状態でさ、家に遊びに来るとか、そう、もう論外だと思う。ご飯行くとか、うん、そうやって、うん、合ってる場合じゃないってことね。そういうことです。LINE だけにとどめとけってこと。まあそんなところね。いや、みんながそういうふうな社会にならないと、この家に遊びに来るのも全然だし、うん、あのもお母さんに言うのもだって、確かに、どこにそんな時間があるんか。実際はどうかわからんけど、周りの人は見えるかもしれないね。遊んでるってわけじゃないけど、時間がないところに来て、なんで時間をまた作るのか。そう、カバーできるようなことであればいいけど、だいたい高校生の時もさ、みんなさ、彼氏とか彼女ができるとさ、みんな勉強できなくなって学校辞めてってやったやつが何人もいるじゃん。電話しすぎて学校遅刻して尾身先生から電話かかってくることある。あったよね、なんかそういうことあったんだよ、マジで。マジで電話しすぎて電話代でなんかバレたみたいな、うん、まあね、すごいことなんだよ、でも私に、うん、まあそうなんだけど、だけど、だからその LINE とかに今はしといた方がいいんじゃないのですかっていう、そういう話。別にダメとかそういう話じゃないんだよ。今もう少しは世の中こういう状態だから、細く長くでもいいんじゃないのって。35歳までさ、頑張るって言った天海さんの言葉とは思えない。ああ、本当だ。こう気入れてやらないと、せっかく今まで頑張ってきたのか、大事な時期なのに、うん、もったいないと俺は思うけどね。うん、その彼氏がそれを上回るそのね、存在でさ、まあそっちでいいやって言うなら、それそういう人生ももちろんありだと思うし、ただ
その全部が手に入るってわけじゃないと思うんで。そうね、うん、どっかの女優が言ってた、私が一度だけ結婚しようと思ってしまった時は仕事がうまくいってなかった時ですって言ってた。誰かと付き合うってことはコントロールが難しくなるよ、ますます時間も何も、自分の時間ってこと、うん、どこまで理解があるか分からんけど、いいねって言ってくれ、うん、いいねはいいけどさ面白いねって言ってくれ、うん、それはいいんじゃない、とても、でもまあ、うん、よく考えて成り立つようにちゃんと考えてやればいいさと思うけどね、もったいないじゃなくて、ずっと頑張ってたのにさ。確かに、うん、そうですね、我慢したら少し、我慢したら少しいうふうに思うんですけどね。そうですね、おお、嘘でしたー、すごーい、いやいやいや、ハッピー知事の日、うわすごいすごい、彼氏ができたわけないじゃないか信じてた信じてた、なんかそんな話をしてた、うん、初めてあの YouTube でドッキリしようと思って騙された、騙された、結構真面目にママに相談するとか言って、パパの2万円のテレビ暴露する話とかあの面白くなったね、じゃあ見たっていうのどうって言っていいじゃないって言って、今日わざわざ長野からやられました、来ていただいたパパです、ありがとう、ハッピー父の日、ありがとう、焦った、大丈夫だよ、私分かってるよ、 そんな時間はないって知ってるから大丈夫だよあーよかった、でも途中さ電池が切れてさ、ほんとにさ稽古がさ、なんでいつ切れたのってさ言ってさ、マジで、あーパパおめでとう、パパの日、ありがとう、これすごいね、でも可愛くない、うん、可愛い、これ上手にまたできたね、違う、これこれ違う、上手に私が作ったんじゃなくてポットを入れるだけ、うん、じゃこの犬は売ってたやつ、あ、そうなん、うん、そう、これこの前鶴川で一目惚れして買ってきたんだけど、うん、ちょうど父の日に黄色のジニア、うん、ジニアっていう花だったかな、忘れたんだけど、ありがとう、おかしいと思わなかった、でもカメラ回してて、あ、なんでかななんで俺映ってるしどうしてかな、でも本当っぽかった、うん、本当っぽかった、またもうね、感情移入してましたよ、あ、そんな時期かって思ったの、うん、泣きそうになった、なったどうしてか今日は泣いて寝るかなと思ってそんなわけないじゃん、おっきり大成功可愛いカメラにしてくれる、可愛い、可愛いカメラ撮ってくれてたの、ありがとう、マジ今日さパパも可愛くなるの、パパ可愛くなるパパは変わんないね、なんかシワが少なくなる、どんなにしよう、なんかサムネはパパがなんかっていう顔でうちがっていういうことで、おっきり大成功でした、お父さんちょっと、本当に信じてましたねでもこれからもやっぱり気を引き締めて頑張りたいので、これからも応援よろしくお願いします、皆さんも、ま、今日私みたいにちょっとドッキリとか、その嫌な私みたいにドッキリはちょっと違うと思うけど、なんかお父さんにあの感謝を伝えられるといいですね、父の日なので、それではまた見てね、ごきげんよう。